どうぞーわかりました違うんですって違わねえんだよだから襲われる方が悪いって言うでしょ襲われる方が悪いなんて一言も言ってねえだろチンパンジーがよ ああ、どうしたいすいません、はじめましてああちょっと助けてくださいいいだろう変質者に、変質者に、襲われまして変質者に襲われた自動車メーカーあるじゃないですかあそこのね、私名古屋なんですけどええー、あの、名古屋そこのね、店長にちょ、ちょだ大丈夫これ個人情報的なこと言ってるけどそれは証拠があるんですか証拠がまず、強制は事象っていう事件で強制 地はい書類送検されたんですよもうすごいんですね手口が何、はい、ですかはい私夜のバイトしてたんですけど夜ああキャバ嬢ですかやってましたちょっとまあ本業違うんですけど、えー、まず同伴でホテル取ってたんですよいきなり同伴でホテルをいきなり取っていたお客さんが 1>, もう1回目は襲われそうだったけど逃げたんですよね断ってへえー 2> で2回目もまたホテル取ってて、えー、勝手にねうん、うん、で襲われちゃったんですよね逃げれなくってど,どういうことですか飯食ってホテルに行くまでって多分結構あると思うんですけどどういう経緯で襲われてしまったんですか 店長だからあそ,んその人と揉めちゃうとみんなに迷惑かかるから怒らせないように断らなきゃいけなくってストーカーみたいにしつこかったんですよね何か,かあるかないいやつが <laughs> この人ちょっと怒らせると表現変すると怖いなと思ってあーそういう人ですねはいはいはいそうそうそう怒られるのが怖いからひとまず穏便に一旦ホテルに入っちゃったんだもう付き合ってるってなってて彼の中でえー、ん,なんであ僕付き合うしかないっててなっっちゃってえ 付き合ったんですかうん、だって、揉めたらバレるじゃん、そもそもんん周りに襲われちゃったのよ、先に、とにかくで、最後までされちゃっていい,いはいはいはいで、通報しようか迷ったんだけどはい。周りにバレるのかとかなんでバレちゃダメなの嫌じゃないですか、襲われたこと人に知られるのあー、そういう意味ですね黙って付き合うしかなくって ええこれね防衛規制が働くんですけどショックだから、うん、好き好き言ってるしこの人と付き合ったらレなくなるのかなとかなっちゃうんですよ。であ相手既婚者なんですよ。<laughs> うん で私でも結婚決まってたんですねはあ他にもいたんですか結婚相手が私は彼氏がいたんですよだんだんやっぱりなんで私が不倫しなかんのってなってくるんですよ<え>でもその結局書類送検されたんですよねこのその後あそ,その続きがあるんですよ過呼吸になっちゃって倒れて警察行くって訴えるって言ったんですよ、はい、そうしたら向こうが本当好きな気持ちは本当だからどうしようってなった時に私やっぱ結婚する人としかそういう聞きたくないから不倫が嫌だって言ったら、まあ、向こうが、はい、私もその時仲良くなってたから一時的にだけどたら 向こうが離婚して責任取るって言ってくれたから、それでいいかなってやっぱ辛かったからなっちゃったんですよね。はいはいはい。で、どうどうなったんですか結局それは？結局しなかったんですよね。離婚するってししなかったのね。で、その敵がやばい、はい、寝てたら、お手の穴に。 無理やり蹴られて怪我したんですよね。で、書類送検になったってことですか？あ、そうです。うん、部下使って嫌がらせしてきたりとか。あー、今嫌がらせが始まってるんですか？今度は。あー、今ちょっとツイッター見ないですか？なんか変なビラ配られて売ってるんですか？これ。ね、そう、ビラとかも配られてて。えー、これひどいですね。嫌がらせが。うんうん。もう隠蔽してるし。従業員がこんなことしてるっていうの隠蔽している。すっごい辛いことがあって、なんかその。 写真送ってくれってすごいしつこくって、えー、嫌がるじゃないですかこっちは、えー、そしもっとひどいこと言われるんですよねいいじゃん減るもんじゃないしってひどくないですかん、うん、それでもう泣けてきていうこと聞いちゃって一回送ったらもうしつこく<っ>ま毎回送るのが当たり前みたいになっちゃってああもう送っちゃったん1枚うんで,で,でもうそんな人とな,なんでねこう関わっ るのかなっていういややっぱ怖いんですよね根底にはすごい傷つきません<ー>人の裸で仕事やる気出してそのお金で家族養って奥さんすごいブスなおばさんらしいんですけど<え>そんなババアがその,、うん、その私の裸の恩恵でさ化粧品買ったりなんかクソガキがお菓子買ってたりとか言てとて<笑><笑>好きではないんですよね一、うん、回も好きになったことないんですよ、ね、好きじゃないんだよね、うん、なんかその、ねうん、演じてなんだよねちなみに証拠はあるのかだって あ、LINE とか残ってるちなみにこれ僕にどうして欲しいんですかね、今回 詰めてほしい、ええ。詰める。ええ、あることないこと言ってるんですよね。自分がねつきまとって。はい、うん。でもまあ書類送検されてるって、それニュースになってんですかね。なってはない。あなってない。なってないんだけど、<ー>だからそれをいいことに。ええ、あることないこと言ってるんですよ。家族とか、私のこと知ってる部下とかにも。<ー>自分がストーカーして、うん、て愛人にして、致傷になったのに。私がしつこく言い寄ったから、仕方なく付き合ってるとか。ね、全部私のせいにして。うんうん、もうちょっとそれで、私すっごいミスしちゃったりとか。結構。 平気な感じでで喋ってるけど寝寝たたききりりななんんすすよねもうあ,あ、今りなんすかここの人通報したらこの人人人通したら生終わるとと思うとなかなか顔見知りって通報できないんですよ。でいろんなこと考えて泣き寝入りして付き合ってきたのに訳のわからないこと言って全部の罪を私になすりつけて今なんか LINE がですね Twitter にあったんですけど「うん、考えした人、うん、おもちゃ好きなのマジで妄想するで立ってくる、えー、使ったことないです本当じゃあ今度対してる持ってるんですかあります何使うんですか?うん」。 とか使ったことないリモコン式とか使ったんですかあ、ごめん引かないで、ね、願望ですしていいですよこれはなんかそん… なんて何でだ恐怖というかいやもうね私たし涼子って言うんですけど僕のお願いなんできも聞いてくれる涼子ちゃんっていないとダメなんですよあのすいませんあの現役のキャバ嬢から来てるんですよなんで普通にその客を完全に切れなかったんですか切らないと生活できないくらい売り上げがないんですか違う違う違うそうじゃなくて切っちゃうとなんかあったんじゃないかってなるじゃん襲われたことを人に知られるのが嫌なんですよねていうかそのなんか襲われる前にというかさ切りたいって言ったんですよ店長にだけど。 船長がりょうこさんのこと本気で多分好きっぽいから本気で好きな子にガチで嫌がることやらないと思うからなるべくうまくつないでほしいって言われてそもそもねお店に来ないんですよ彼はだから調なんですよねクソ客やんでもなんか LINE 見ると全然なんか怖い感じはしないけどなんかキモいおじみたいな感じだけどまあとりあえず今は関係が切れて嫌がらせがあって。 で,うん、で、その嫌がらせを止めるためにこれごさんの力を借りたいってことですかね<あ>ちなみに言いふらしてるっていうのはど,どこで言いふらされてるんですかねと SNS に書き込みそういう書き込みしてるやつ見せてくださいよちょっと待ってくださいねクリスマスに家族を優先された時に私が発表した<あ>好きじゃねこれ <laughs> 普通優先しししてほいでしょ、だって連絡取り合いたくないんやから、うん、すいませんあの一つ確認なんですけどこの加害者とは極力関わりたくないんですよね関わりたくないんだけどやっぱあることないこと言われててあそれは、まあ、そ,のその時の話じゃなくてツイート見るとクリスマスマにに家族を優先されれたた私が発発したってな、うんで発狂するんでですするか、これだからその責任取るって言ったのにそういうことするから怒っちゃってうん。 じゃあ付き合いたかったってことですか。あ違う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 。違う仕方なく付き合ってて。いやいや、だから仕方なく付き合ってたんだとしたら、クリスマス家族優先してくれた方がいいでしょう。だけど、違う、その違うんですよ。だから、その順番が違うんだよね。まず、<laughs> <何>その。多分男の人わかんないと思うんだけど。<laughs> はい。やっぱり。<laughs> されたことって。 を認めることが辛いんですすかいやいやかります分かりまま私不倫なんか嫌なのに方的にさ襲われて勝いやいやだから極力もう関わりたくないと思いますよね結局なんだけどクリスマスに家族を優先された時になんで怒るのかなって。 だから向こうが好きになってくれって言うから、私頑張ったんですよ。好きになる努力してうまくやる。ああ、じゃあ好きになっちゃったんですか。ちょっとね、それがね、グレーなんだよね。防衛本能で。辛いから、好きと思ってやり過ごしてただけじゃないかってカウンセリングで言われて。<えー S 2> <laughs> じゃあ、この時、まあ、クリスマスの時じゃ好きだったから、私を優先してくれないのがっていうので、あ発狂したってことですか。<laughs> 一方的に関わってきて、本気で付き合ってほしいけど。家族優先します。意味わかんないじゃないですか。<laughs> <laughs> まあ、わかりました。わかりました。はい、はい、はい。<えー S 1> これ、なんか、あの。 10, 10分間あのノーパンで過ごしたのもこれはっきり言うとはっきり断ってもしつこいんですよ「い」「うん、って言うまで引き下がらないから載せるラインに関してはあんま拒否ってるところが1個もないんですけどだから強く拒否ると、はい、終わんないんですよ回避行動なんですよ 回避行動、ほほほうほうう勝手なことされると怖いから、うん、その中で持ってきた中でもマシなやつを選んで、うん、これやろうって機嫌取らないと、うん、勝手に変なことになちょっとこれ今見たんですけどツイッターでも「書類送検されました」とか言って、まあ、こう書いてるじゃないですかそれに対してまあなんか <laughs> これは名誉毀損に該当しますっていうリプが来てるだけじゃないですかそれしかも部下なんですよこれ別に大したリプじゃなくないですかでも多分これこれは多分犯罪のことあんま詳しくないと思うんですけどまあ まあ、DV とか結局ね怖いんですよね相手がまあそういうパターンもあるかもしれんけど基本はもうすぐ警察に言うと思うけどねいやそれがね難しいんだって僕だったらホテルに入ったら最後だと思っちゃいますけどね いや多分本当男の人わかんないと思うこれ被害のさあ、はいはい、人たちわかるんだけどそうですね男なんで僕あんまり理解できないかもしれないすみません来るなでもっそれならそのオーナーさんとかに相談して、まあ、オーナー自体でやっぱりちゃんと言うべきだったんですよオーナーがもうちょっと引っ張れるよみたいなの言った時にいやもうちょっとこの人本当無理なんでって言うべきだったんじゃないですかね嫌だっていう結構言ったんだけど確かにね正常性バイアスってあって。 まさか本当に襲われるわけないよねってなっちゃうんだって、人間って。でもなんか、LINE 見ると、あなたから離婚しろ、離婚しろっていうのが、<あ>めっちゃ、これ、それはだから、付き合った後に、私が警察行くし、もう別れてて訴えるって言っ言た後のことです離婚するって形に残して、相手が離婚します、絶対に、はい、これは、うん それはだからその時系列で言うと8月に襲われて付きあって私が12月ぐらいに真剣に愛してほしいって不倫に巻き込まれて苦しいってなっちゃったんですよね。うい,ういや、ていうか、まあ、襲ってきた相手とまあ、そもそもずーっと付き合う、うん、そんなのまノリで付き合うって言った話じゃないですか、うん、ホテルで、うんまあ、そこまでまあ理解できるんですよ、うん、でもその後うん、うん、相手に離婚を要求するのはマジで理解ができないですよね。いやだからそのー身勝手すぎるじゃないですか。いや,いや,いやに別に相手がどうとかじゃなななくてななんであなたは まあ、その相手の離婚を望んでるのっていう話で。あ、だ、それは、その、話し合いになったんですよ。うん、だから、なんで望んでるの,のって。 だから望んでるのじゃなくてなんて言ったらいいんだろう<え>あの違うんですよ訳わ,わかんなくなっちゃってその勝手なことされて訳わ,わかんなくなりすぎでしょう真剣に愛してくださいって不倫に巻き込んでやっぱ辛いじゃないですかこっちは何言って,のっていやもう聞いたよいやだだ,だとしてもだってだからだとしても離婚を求めてるのは意味が分からんって言ってるんですよ、うん、違う違う私が求めてるんじゃなくて向こうがそれで私が別れて警察行くはもう辛いって言った時に泣きついてきたんですよねで泣き ついてきたからな,んなのプリン OK って勘違いしてね強引に手を出して、はい、でそれで勝手に好きになってくれとかでも私はあなたのことを頑張って好きになる努力もしたけどだから何なのだから,ななだからじゃ何、うん、本当にこの人じゃ結婚したくなったってこと結婚したくなったっていうか意味わかんないじゃないですか勝手に私望んでないのに聞いたってだからんです相手に離婚望んでるのかっていうのを聞いてるんですよ僕は。 私は不倫が嫌なのに苦手すぎて辛いみたいなこと言ったんですよ私がそうしたら向こうがで私今まあ何ヶ月か一緒にいて情報もあるしるす,、ね、すみませんあのキャバ嬢の方から来てるんですけど、うん、私何年もキャバで働いてましたが同伴でお客さんがワンチャン狙うことなんで日常茶飯事なんですがホテルのレストランで食事しても部屋なんて入ることはまずありえないですしホテル取られてるからって怖くて断れないレベルですとしょっちゅうお客様と夜とお相手することになると思いますが何歳なんでしょうがいい大人の女性がホテルに連れ込まれるなんてまず ありえませんだからあの私客層がいいところでしか働いたことなくって危険な目に遭ったことがないんですよ。はい キャバクラ何年やってるんですかこの人はそんなのことも回避できないなんて本当にキャバ嬢ですすかっててますだから回避したことはありますよ過去にもちょっと変な人は確かにいたから本当に襲ってくる人間っていなかったからこれどうしましょうかねもう話は分かったんですよちょっと加害者に、えー、あることないこと言いふらさないでほしいんですよね。えー、<う>ってなるとやっぱ加害者の人にまた連絡をね取らなきゃいけないことにもなるけどそれでもちょっと怖いでしょいいですうん じゃ連絡先教えてもらいますその LINE とかそれやると、私、ストーカー規制法で捕まるんですよ。え、あなた、ストーカーなんですか、やっぱりじゃあ。違う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 、お互い接触禁止だから、警察はじゃお互い接触禁止ならもうだめじゃないですか。だけど、やっぱ納得できないんですよね。でも納得して接触禁止にしてもらったんじゃないの、お互い。てか<う>、お互いって何あ,あなたも結構しつこくなんかやったんですかだから、向こうがあのでっち上げしちゃったの、ね、それで。でっち上げなんですか、うん、本当に。 でっちゃげほんとでっちあげっていうかね多分向こうが先に行ったもん勝ちなんだってあれ真ん中でも奥さんがいるのに結局離婚しろだとか定義的に体の関係を持ってたんだったらもう、まあ、不倫ですからねじゃ違うにそれ私望んでないのにのいやいやでもの望んでなくても聞いて,これこれさん聞いてだから <laughs> 望んでないのにその関係になったことが嫌だから別れるって言ったんですよもう逃げて警察行くってそれに対して向こうが謝ってきてじゃからゃゃ僕が言ってるのは「うん、離婚しろ」とか定期的に体の関係を奥さんがいること分かっててやってたら不倫じゃないですかって言ってるんですよそれが嫌だから向こううが離婚ししてて責任取るって言うから許したのにだからそれですよいす責任取るから俺は離婚するねって言って関係を持ってたら不倫になるじゃないですか。だけどこ こっちは望んでないのに不倫関係になって、そうだからそこで普通の人はもうスパッと切るんだけど、結局そこで続けてたら相手の奥さん側からしたらあなたも不倫相手の一人に過ぎないじゃないですか。いやだけど私は望んだわけじゃないから。あなたもちょっと望んでるとこあったわけじゃないですか。望んでないの違う。じゃ<え>だからわじゃあ違う。 私が彼と別れて私優しさで許してあげたんですよじゃあ結婚するなら,らそ,れそれは優しさでも何でもないですよなんか関係ずるずるねしたわけでいやだけどそのー私やっぱ結婚する人とかしたくないからまあまあそれは素晴らしいですそこの整合性が取れなくなっちゃってパニックになっちゃったんですよこの人のこと嫌い,い,やいや付き合ってるけどどうしていいかわかんないってなっちゃったんですよねあもしもし あ結婚する人とかしか多分簡単に言って,るか、ね、てないやん。そういうふうになっちゃったんだ。そうしたらそれをめちゃくちゃ責めてくるんですよね。とりあえずこれどうしたら解決かは謝罪ですよね。<laughs> 責任取ってほしい。 責任っていうのはいやもう家族捨ててくれないと納得できないそうおかしいな話ですね相手と関わりたくないのに家族捨ててえあなたのぞに戻ってほしいってこと？戻ってこなくていいあただ家族と離婚しようってことか多分それはもう僕が入ったところで無理だと思いますよ、ね、それがどれだけむむしろ奥さんに訴えられてないだけマシじゃないですかだから私奥さんに訴えられる筋は一ミリもないんですよねいやでも離婚しろとか言ってたわけじゃないですかだ,だからそれは違う向こうが責任取るって言ったのにいやだから そんなことは鵜呑みにするってことは、離婚してもらって、結婚しようと思ってたわけでしょ私が望んだわけじゃなくて、一方的にやられてるわけですよ。でそれ最初はでしょ最初で、その後なんで、まだ何回もしてるのっていう話なんですよ。じゃ、だから違う、なんか流れで言ったら、違うんですよ。違わないでしょうよ。あなたがどう思うが、<あ>これ客観的にでも、不倫をしてるわけです、あなたは。だから、それは私が望んだわけじゃない。のにの望んでなくても、結果的にしてるんですよ、だから。からそれは私一ミリ。 悪悪くないですいや悪いでですやしょだって,だって向こうが勝手に思い込みでさ襲ってきて不倫関係にさせられた<や><私>一番最初でしょだからその後に普通だったら関係切るんだってなのに奥さんがいることも分かってる状態でいろいろねなんかエロいことばっかやって。 言ってるのはおかしいでしょ談笑してるんですよおかしくないですよだってこうがおかしいよ普通はしないんだってこう違う普らはしないからね良子さんそのままねだから私はそしたら結婚しなきゃ絶対ダメだか,だからそんなルールあの奥さんからしたら知らないんですよ最後まで行った場合はもう絶対だとしても結婚しなきゃいけないのもう絶対ダメうん <laughs> そおかしくない

逃げようとしたの逃げようとあなたはそ、うん、したら結婚しなきゃいけない自分ルールがあるからこの人と結婚したくていろいろまたエロいこともけ関係も続けてやってるわけだから。うん 違うねよくそう違うの一回私別れて逃げるって言ったんですよだからの方うがじゃああなたはまずシックスしたら必ず結婚しなきゃいけない自分ルールがおかしいことに気づいた方がいいです嫌なんだもんだっていやだから嫌だから不倫関係を続けてるだけじゃないそれは自己中でしょ相手の奥さんからしたら違う、違う私奥さんのこと訴えるつもりでいますもんだって警察に注意されたのに警察に言われたらしいんですよあなたのご主人が通報って簡単にできないし どうしていいかわかんないしじゃあどうしていいかわかんないから相手に離婚をね求めたりそのエロい関係ずっと続けたりっていうのは正直言い訳でしかないからじゃ違うんですってもうそうしないと違わねえんだよじゃあ男だからわかんないでしょいや男とか関係なくないですかこの人は本当にキャバ嬢ですか灰皿のハンドサインってわかりますかってだってあわかるわかる え、どどういうのがあるんですかえっとハンドサインね昔のはわかるけどそこのお店はなかったんだよね別にハンドサインするほどなかったから <laughs> ハイザラのハンドサインわからないんですかハンドサインはわかるよあったのは、うん、あ、どうどういう。い覚えてない覚えてないえってか俺ハイザラのハンドサイン俺ですらわかんのにそこの店なくてその前にやってたから何年か前なのそれってちょっとお店によって違うじゃんだからその店なかったんだわ、えー、なんかキャバ嬢からいや全国共通ですよって言ってますけど 微妙に違うよ。ていうかこれほんとにキャバ嬢なのまずそもそも今もですか今やってませんい。いつまでやってたんですかいつまで。今年の,1月のえっキャバ嬢を辞めたのにその人とずーっとエロいことして離婚しろだなんだとかやりとりしてたのだからもうこうが離婚して責任取るって言ったから私従ってたまあじゃあやっぱ不倫だねこれどう考えても。いや関係ないなんなんでそれが分かんないのおめえは。 私言ったの。それ本人にうるせえやつの不倫野郎 <laughs> 違う不倫じゃない。私が不倫が嫌だって言ったら向こうが別れるって言ったのに別れない方がおかしいじゃん。やっぱりやっぱりじゃねえよ。もう言い訳ばっかすんじゃねえよ。普通に。 だってさ私望んでないのに不倫相手にさせられたことが何回言ったらな、ね、い最初だけだっつって言なのクソババアちちうっさいだだけどさ、はっきり言ってさ <laughs> 望んでないのに不倫感相手にさせられたって屈辱じゃん屈辱なんだよ,んだよそれも無理やりだからねノーパンはあなたから十分なら行けるって送ってるじゃないですかだって、そんな結局やらない,でしょらないとさわかんないじゃん、やらないとやらないと怒られるからまあまあそうっすね わかりました。まあ、でもいいですか。そろそろ。ええ、でも、これ、結構女の人に言うと、わかってもらえるんだけどな。なーああ、じゃ、女の人呼びましょうか。じゃ、女の人、女の人は男の人はわからんみたいな。ちょっと。じゃ女性のキャバ嬢呼んでいいですか。ほんなら。うん。いますか。じゃ、ちょっと同じ方で、まあ、例えば、じゃあ、まあ、ね、あの、まあ、被害、そういう機会にあった方で。篠さんから、あの、何か女性目線で言ってあげていただきたいという。うん。まず、最初に辛い目に遭いましたね。 <laughs> うん、大変でしたね、うん、泣いていいですけどもでもその後に関係を続けてしまったのはた今日からだったんですよね多分そうですね、うんうん、でもそれそこを乗り越えて本当は行動を頑張っ で警察に早く言うか別れるべきだったいやだけども関係持っちゃったから何回も、うん、<laughs> 関係を持ったから情が湧いたっていうのもあったんじゃないですか,かなだからそれで不倫が、うん、不倫も嫌だしうん、うん、何もかも嫌だったんですよねその状況が、うん、<laughs> すげーなあって働いたことがないですけど 今この時点で篠乃さんは俺を超えている傷つけられたっていう気持ちは持ってって結局望んでない人間から。だから初めて来て2回目会うのが同伴だったんですよ初めての時おいくらぐらい使ってくれたんですかあ覚えてない2セットぐらいいたのかなでシャンパンは出出ささなない、い。 ソギャグや太いって言えますかね私にとっては全然太くないからだから切るべきですはい結局切る切らないはお店には関係なくてだってお店には他にも女の子がいるわけなんですよあなたが切ったとしても他に女の子がいるんだから他の女の子がついて他の女の子が引っ張ればいい話なんですよだけどそいつがボスだから言い訳ばっかりだね俺はねえええそれが不快なんすか 使いなんす団体で十人ぐらい連れてきてくれるからそれでも、えあなたはしたくないですよね私はもう切りたかったすごく嫌かっだとしたら、それを強要されるんだったらあなたが店をあの移動すればいいじゃないですか荒らし利用してもいいですし、もう切ってもいいと思います自分の判断のミスじゃないですかプロだったら、そこをプロだったら、そこを見極めるのもプロっすらそれを見極められなかったあなたはプロ失格っすよ危険だと思って、操作してたのにそれは言い訳です言い訳で ですいいわけです、うん、相談しててそれが,のがあれはちゃんといい受け入れられない、うん、それを認められないんだったらだってそんなやばい店やめりゃいいじゃんあしらっても通じない人間私今まで客層がいいところでしか働いたことないからだからその客層のいいところに戻ればよかったじゃないですか見バレしちゃうから誰に何の見バレをするんですか私前の仕事がちょっと富裕層相手だっ ねー <laughs> あんまいいとこ行くとすぐバレちゃうんですよね別にバレて何がもう、ね、バレるっどういういや困る前の職場に迷惑かかる夜でバイトしてるって知られたらそんなもん迷惑かかるんですよ <laughs> そこでやめてるわけでしょそこお前両立してるんだったらそれは迷惑かかるかもしれない辞めてるんだった<殊>じゃあ違うの特殊な職場ねそこで働いてたことって結構名古屋でずっとついて回るから だからなんすかかだらちょっと錦だとまずいだけどちょっとどうしてもやりたいことがあったからなんでそんなにこっち被害者なのに責められなきゃいけないいやこめてんじゃなくてなんかもっとやり方があったんじゃないかわけ分からんこと言ってるのにでもだってしか言わないかわかんないの向こうなんですよ同伴でホテル取ってるなんてありえないからこっちもめっちゃ動揺したしいやありえないんだったらそのその時点で帰ればいいじゃんなんでそれできないのいや降ろしちゃったから降ろしてって言えばいいや いやもうだって分かんないと思うけどなんならそれでそれでもう降ろしてもらえないんだったら百1番すりゃええよ男の人分かんないと思うけど拒否したらもっと怖い目に遭うってなるんだよねこっちの感覚として男性は分からないと思うけどった拒否してひどい目に遭ったことがあるからじゃあ次から覚えておいてくださいじゃあ車の中の密室の状態ででもどうしても助けてほしいっていう時は百1番をダイヤルして。 そのまま喋らずにポケットに入れといてください百1番に電話をかけたときは携帯だろうが何だろうが逆探知始めるんですよ、うん、通話が始まった瞬間にだ,だからそれを覚えてそんなの知らないよだからそれを覚えておいてください次からってやつ、ね、<laughs> だから今回はが、ね、男の人さ はい、女からしてどんだけ怖いかって想像つかないから簡単に言えるけどでもじゃあ <laughs> あなたはその男の人を相手にする仕事を選ばなければよかったですよ、ね、確かにだけどそんなことさ,さ,す,さする方が悪いじゃん、はい、今言ってることセカンドレッですよこれ神様プーやはい、あ。構いませんけどうんでもセカンドレッそれでそう思うとあなたがその仕事が選んだから襲われても仕方ないみたいな言い方ですよねそれのどこがセ,セカンドレッですか セカンドッっていう言葉の意味をちょっと理,理解した方がいいです。どんなどんな仕事であっても、はあ、襲っていいわけじゃないですよねあ。あなたがじゃあ例えばそれは当たり前じゃないですか。うん、そんなもんどんな理由があったって襲っていいわけないじゃないですか。うん、なのに彼は襲ったんですよ。私が逃げれないのを分かってて、逃げれないのを分かっててってどういうことですか。やっぱ怖いから逆らえないってなるじゃんこっちは。だからその感覚がある人はもうちょっと。 自衛するんです。だから、私の自衛の,言うのと。しかも、それが。れそれがまだ十代、二十代前半のこの話だったら、まだわかります。おばさんいくつですか。 で四十だからこの年で襲われるないと思ってないでしょ。この年で教われなこと思ってないでしょ。何ですか。四十超えてまだそんなこと言ってんすか。この年で襲われるなんて思ってないじゃん。いやそれはあなたが自分でそう思ってるだけの話でしょ。だからそうやって人生舐めてきてるからこういうことになっていんじゃないですか。だからそれってさ。うん、まさかって思うことだらけじゃないですか<れ>あなたなんて。ねえシノさん、何にも頭使ってないから。はい。いいですか。 なんで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 だって加害者の方が悪いのに被害させるわけじゃないですかいいですか今言っちゃさせてください言うよ断りますだから女好きがあるから悪いとかって言ってるのと一緒じゃん 男は悪くないって男が悪くないなんて話俺一回でもしましたう。遅う方が悪いでしょ。遅う方が悪いってさっき言いましたけど。マザー・テレサがげえなかっただろうが、私を責めるのが間違いなんですよ。急に手あげてね。間違ってます。間違ってません。じどこが間違ってますか私ちゃんと断ってます。断ってます。 もう黙らせてください今の人。だから襲われる方が悪いって言うんでしょ？襲われる方が悪いなんて <laughs> 一言も言っていいからチンパンジーがよ。あ <laughs> けんな私と一、私。スーパーチンパンジー。<laughs> いやいやサイヤ人。私話聞きますよ。だから今の人が謝ってくれないなら飛び降りる。いやです。あなた自分がやってることあの開示して訴えますよ。どうぞ。わかりました。<laughs> まあでもでも涼子さんでもこのこの方はですねあのプーさんって言うんですがプーさんがやってることでも一理ありますよ本当に涼子さんと私で一対一で喋ってか彼女落ち着かせますよだから私は <laughs> もうした、ね <laughs> ね、だ私は本当に何も悪くないのに、はい、悪くないからまあその悪いとか言ってんじゃなくてまあいろいろ自衛はやっぱできましたよねっていうのをねみんな伝えたいんですよ。はい <laughs> なんて断られたんですか。だ、だ、誰が今言った。あ、ちょっと、ちょっと、同居人ですけど、ちょっと。あ、同居人がいるんですか。男<の>いるの。そのおじさんは誰ですか。元,元旦那さんに、ちょっと、あの、たまに来てもらってるみたいな,感じな。あ、元旦那なんですか。元旦那がいるの、今。ん<ん> <laughs> ちょっと、ちょっと、もう黙ってて。もう黙ってても。ちょっと、なんつってるんですか、元旦那さんは今。店訴えろって。うん、店。店 五年間もやってるんですかこんな生活を。まあ、じゃあ五年前の話なんですかこれ。え？違うじゃ五年前に最初に被害に遭って、いろいろ最初にってどういうことですか。何回あってるんですかそれ。三回ぐらいあってる。え？同じ人に？違う人。だからええー。三回被害にあってて未だにガードズブズブなんですか。違う一回被害に遭うと会いやすいんですって同じ人が、えー、っ逃げれなくなっちゃって恐怖を一回味わってると逃げれなくなっちゃったりとか。え？ ちょっとわかかんんなないっすねまちょと男手がないと怖いからっていう状況でちょっと来てもらってるような感じ男手がないと何が怖いですかこれこれさん見たじゃん嫌がらせのビラはい嫌がらせのブラビラビラビラおもしろくないそれ嫌がらせのビラとかあってうるせえ詐欺師ババアがお前うるせえお前詐欺師のババアがもう意見番気取ってんじゃねえぞお前 <laughs> 誰誰誰誰にお前言ってんだ <laughs> 私？前あ家の電気がつきませんっつってお前渡部 <laughs> が次の日行ったらお前電気ついたらしいなお前寂しばばばがお前どの面下げてご意見番気取ってんやばいやばいかお前これこれさこれな何分やってるんですかこれですねもう二時間になるかもしれません 俺俺入ってからでももう30分同じ話でずっとされてるんですけどこれ何でえっ何でえ修行なの千日開放業やってんすかいやでも納得いくまではねやっぱやってあげないとねこれまあわかりますた、じゃあ豚麺ありがとうほんとに今日はおい誰のこと豚麺っつってんのよ、お前豚キングが何言うてんねんお前まあでも凌吾さんもうかりましたよもうほんとに私好きじゃない人にねその話何回言うの ちょっとここでです、ね。なんだか、ね、不倫代表者がいるので、これどうなんですかね？今回これは不倫になりますか？<laughs> あ、これはですね。不倫です。で、あの不倫はゴミ。<laughs> 被害者であり相手の奥さんにとっては加害者になってるという認識はありますかうん、うん、全くないですだって望んで関係してきたんだから向こうが家庭を捨てるのが数字じゃ奥さんです奥さん関係ないですよそんなよくわからないおばさんだって奥さんがちゃんと管理してないからさ奥さんからしたらお前も関係ないだろう私全く関係ないのに事故で襲われたわけだ、ね、だから奥さんからしてもあなたのこと関係ないね奥さんからしたらあなたはただ不倫をした人っていう認識だと思いますよいやでも奥さんが女として魅力がないから悪いわけ だから関係ない関係ない、うん、結構やばいな言ったんですよだから私不倫嫌だっっなんで、はい、私がそんな不倫相手で嫌な思いさせられて 別れて警察行くって言ったことに、不倫が嫌だって言ったことに対して向こうが別れるって言ったんだからその場で別れないし、不倫代表者ありがとうございました。不倫はゴミだから。りょうこさんの元に来たとして、果たしてそれは幸せなんですかね嫌なんです、とにかく、きききる結婚して、<laughs> 絶対決めてるのに、そのアイデンティティは絶対捨てるべきです。絶対捨てれないです。ん望んでないのに襲われたから、向こうがすべて捨てて,て。あのー ね、えっと、車に乗ったって言ってたけど、うん、なんで降りなかったのかなって思って、いやもう降りれないよね、そんなの。だって、そんなパニックだもん。こ そういうことを言ってるんじゃなくて,そ,なてそういうこと言ってるんでちょっと聞いてもらっていいですかでもだってだからが多すぎるマジでもう何かに対して逃げようとしてるのはマジで分かる本当に辛い思いしたんだなっていうのも分かるけどもう奥さんのことを悪く言いすぎやしどっかに執着点を見つけないとこの話マジで終わらないんであいつがすべてしてるか私がどっちかしかないです勇気、はい、があるんだったら今顔出しできますよね <laughs> あ,あ、やだやだ、すっぴんだから、やだ、汚い、問題って、ぐちゃぐちゃなんですよ、今。いや、いいじゃないだよ。私のこと言った。<laughs> 私も今、ずっと出さ、出させられてますよ。キャバでも働いたことない。もう、マジでいい、大丈夫。私も、う本当、逆に、行たくなった。こんなに世の中って、被害に理解ないんだな。っていや、理解ないとかじゃなくて。こそういうもの、死ぬ死ぬに遭うこともあるんだから、自分でじ。 自衛だからさ自衛してたの他の人はそんなんちゃんと通じるの彼通じなかったの配信っていう場所で奥さんをけなしたりすることはあなたは正解なんですかそれって正解ですって絶対許せないだってあんな汚い女として価値のない人間のせいでんなぜ私が仕事も幸せも決まってたのになんでそいつらのせいで私の人生めちゃくちゃにされなきゃいけないのってまだまだこれからだよ

分かったってけクソババア。私とこれこれは落ちます。いいじゃん、あのりょうこさん、何しのさんと話すは嫌なの。だから、奥さんが謝るってことは。お前話聞けって,てだ、だから、だ、しのさんと話すは嫌なの二人で。そうじゃなくて。で、嫌か、ど。じゃ、もう、しのさんの二人で話してもらっていいって聞いてるやん。何、いい会話はできないの。聞い,ていや、聞かねえよ、お前が聞け、まず、こっちの話を。だ、しのさんと、もう、あとは二人で喋ってもらっていいですかって聞いてんのよ。 で、その前にしつこいね、もう何回も同じ話人の話聞かないじゃん君 私悪くないのにか分かったって、わかりました、ねなに。ただ俺の配信で言いたいだけなの。でも分かったっつってんじゃん。<お>なんでな同じ話してんの分かったから。普通はさ、向こうがおかしいじゃん全か分かったって。なんで私の落ち度ばっか責められて。だからもう分かったっつってるやん。お前話通じねえな、マジで。だってモラルがないお前もないお前そもそももう会話にならないんだよ。会話にならない人と話したくないんだけど。そりゃストーカーって言われても仕方ねえだろうかよ。違う私はいやし。 しつコインだって、だから話が。向こうがつきまとったんですよ。しょうもないな、もうだからシノさんと二人で話してても、同じ話いいって。向こうが、分かったって、分かった、分かった、向こうがつきまとった。いいから、もうそのね、泣き家、いいって。何にも悪くない、何にも悪くない。いや気持ち悪いって、さすがにこんだけ同じ話されたらさ。君が悪いよ。何と言ったらわかるのお前、のせいで乖離しとるだろうが、本当と。なになに 何被害者なのに責められるから,からもう元旦那さんに聞いてもらったな なんかそう寝ながらごちゃごちゃやってるクソじじいにだから話したいんだったらしのさんと二人で話してもらっていいで今言ってるよねはいか家で答えてくんない,いや私だからもうします何言われてもします意味わかんないから本当に。だかにあなたはねなんかそう自分の責任とは一切ないんだろうねないだからまた同じことになるよだからおし度責められると一番したくなるんですよね、うん、か分かったってだから亮子さん何も悪くないからじゃあしのシノさんとこあの話していただいていいですか二人でだからもう私は加害者側 全部悪いから分かったって相手も責任取らなきゃいけないし奥さんも絶対謝らなきゃいけない。し壊されたロボット失礼しましたって。死ぬ,死ぬ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 うるせえよおめ。じゃああとはシノさんと話してもあっていい。私が悪い。いやだ悪くないですって。ここっでも私が責められてなんでこういう,ようなこと言われなきゃいけないんですか。それが嫌ならもう俺のとこ来ないでくれういてかそもそも。俺は思ったこと言うからなんでお前に全部寄り添わなきゃいけないの。 おかしなこと言ってる。って普通に考えて向こうが悪いじゃん、全部。ね、もうそれでいいって。いいっていうか、またなんか話で答えんの同じ話じ。ゃあシノさんちょっと後はよろしくお願いします。あ、よろくお願いしババ。は？だから私は悪くないの。だから向こうの嫁でしょ。で今シノさんに言ったんですけど。あ、そう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 。私ババですから。じゃあシノさん後はよろしくお願いします。 はいわかりましたさよならくるくるさんは他のリスナーさんに、うんうん、もういません誰もま寝ました全員はいありがとうございましたありがとうございますもう本当にさみんな寝た <laughs>